ヨガ来てやったぞ。ひれ伏せ、ひれ伏せ。蹴りの凄さ。ああ、すごいよな。もう、ダーッと走って、パーンって。過言ではない手のひらは、もう帰ってよな、みんな。あるんだから、実力は。これさえ決まれば、足の位置がちょっと遠い。あ、じゃない、ちょっと遠い。そうですね。高木選手が左足引いてます。ストリートオブレイジ打たせません。クエパンチ、エンドバット、さあ来るか来るか、ストリートオブレイジ、あーこの山のしてフィナーレ、奇跡を起こした。初めてのマイク、これは俺の7年だ。これがあのフィナーレ、そうユナイテッドエンパイアの力だ。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストはブリティッシュヘビー級チャンピオンのプレート王冠選手に来ていただきました。ヨガ来てやったぞ。ひれ伏せ、ひれ伏せ。山の職人どもが、おい、いやー、今日はですね、もう飛び込み参加ということで、放送席もジャックするって言ったわけですが、まあ、なんと言っても、最後のニュージャパンカップ1回戦、セミファイナル、カイフレッチャー選手対吉橋選手、メイベント、アーロン・ヘナーレ選手対高木慎吾選手という、この試合を見届けていただきました。帝国のパレードだったよな、本当に。いやー、ほんと、セミファイナル、このカイル・フレッチャー選手の吉橋選手に対する思いっていうのは、去年のワールドタッグリーグからやっぱりずーっと苦しい思いしてきたわけですよね。それを今日、晴らしたという。いや、ほんとにこれはね、ほんとに、気持ちも、なんだろうな、強くなったし、自信にもなったよな。だって負けた間に勝ってるし。そうですね。でカエル・フレッチャー選手はまずあの若さあり、そして今日冷静にやってるところもすごい目についたんですけども、まあそうだろうな、もうだから新4のリングにはもう慣れたんだろうな。なるほど。まあ、あいつも経験は長いから、若いけど経験は長いから、本当にだから本当に勝つっていうね、この選手に勝った、粘りのあるやつに勝ったっていうのが、ね、大事で、だから吉田さんチャンピオンだからね、一応。一応ね、飛べるし、スピードもあるし、なんて言って、あの長い足を使ったの蹴りの凄さ。ああ、すごいよな。突進力もあるからな。あ、確かにそうですね。もう、ダーッと走って、パーンって。食らいたくないね。もう最後もですね、もうロープにのいる吉田選手、前からボン。だから、あそこも冷静だったってことだよな。後ろ向いてる、あそこチャンスは勝機だとな、思って突っ込んだ。ああいうのがね、やっぱり、今後も生きてくよ。オージーオープンのタッグチームとしての素晴らしさ、皆さん分かってると思うんですけども、シングルプレイヤーとしてのオージーオープンの凄さっていうのも見せつけられた試合でした。そしてメインイベントは山梨の地元ということで、高木コールが、ものすごい中ですね、なんとそれを覆したのが、ストリートから上がってきたあの、アーロン・ヘナーレ選手。ああ、そうだ、よくやった、ヘナーレ。いやもうね、家族みんな友達いろんなものが連れてこいとヘナーレ選手は言ってました。俺は一人でここまで来たんだと。まあ、これは本当に過言ではないと思うんだけど、一応蹴る手のひらはもう帰ったよな、みんな。あ、そうですね、帰らせたよな。もうあの内容で言ったら、もう今日は確実にあのヘナーレ選手は高木慎吾選手よりも強かったと、もう言える文句のつけようのない勝利だったと思います。アウェーなところでな、全部ひっくり返した。やっぱあれがずっとこう溜めてきたフラストレーションの強さですかね。いや、そうだよ。それをずっと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 あったんだよ。それを本当にやっぱ、原崎、本当に手のひらを返すだけだった、あいつは。あるんだから、実力は。いやー、そして今度、ヘナーレ選手の対戦とは、タマトンガ選手、メドアのシングルのチャンピオンじゃないですか。あいつもね、多分ね、なんか、ちょっとあったかもしれないよ。いろいろなんか ね、苦節のね、時期がね、あったかもしれないけど、もう今、チャンピオンだろ。で、高木も、まあ一応、保持者。で、ベルトあるよな。この二人を、立て続けて倒したらだよ。もうヘナーレの時代来るよ。本当にですね、ヘナーレ選手の、まあ、今までの、溜まってきたものがついに爆発した、それが地元高木選手を倒しての爆発ということで、もう本当にすごい試合でございました。そして今日はですね、デビッド・フィンレイ選手、そしてそのバレットクラブの試合もありましたけども、ただちょっと距離感という部分がデビッド・フィンレイ選手とファンタズム選手の距離感も注目されたところがありました。ただそのフィンレイ選手と次の相手はグレート・ホーカー選手。まあ、勝ったも同然ではな。勝ったも同然ですか。ああ、ああいうふうによ、
あの、味方からもよ、認められてねえわけだろ。その程度のカリスマ性とか、なんだ、強さ、証明しかできてないってことだろ。まあね、ちょっと今ちょっといきなり来て、ちょっとバレットクラブの中もどうするのかっていう対応がある中で、反逆者ですから。ああちょっと面白いのがよ、支配者と反逆者、はい、反逆者で、エンパイアとバレットクラブっていうのは同じ外国人同士だけども、こっちはもうまとめ割りがあって、こっちはもうバラバラで、もう結構本当正反対なんだよ。まあだから、要はね、一言言いたいのは、あのね、そんな、なんかチームをまとめることもできないような奴が世に勝てると思うなよ。図型系。これはもう、処刑する相手として反逆者は最適であると。あ、最適だよね。もう、チーム見ててもいいんじゃないかなと思う。ああ、これはちょっと怖い王冠選手が期待できるかなと。いや、でもね、流れにはね、乗ってるしね、もう、あの二人のね、試合見せたらもうこっちもね、燃え上がってきたよね。燃えるよ、本当に。そうですね。ということで、ニュージャパンカップがまだまだ続いていくということで、なんと次明日、愛知県17時開始になります。ここからですね、2回戦に入っていきます。はい、内藤選手対チェーズ・オーエン選手、真田選手対健太選手という戦いが、組まれていますし、スペシャルタッグマッチとして、棚橋選手、岡田選手組対、成田選手、海野選手という、はい、ここのカードも組まれている中でございます。なんか思うことはありますか、成田選手、海野選手。特にまあ、いや、あの相手は2017年デビューだけど、はい、今2018年にデビューしてて、はい、まあどちら世代的にはあっち世代なんだよな。ああ、なるほど。それになんで要が組まれてないのかと、要の方が若いんだからさ、要はもっとね、なんか優遇してくれないとね。不平等だよね、不平等。あいつらばっかり。で、いろいろちょっと言いたいことも、これもヘナレ先生より溜まっていくのかもしれません。ということで、愛知も11時ライブ配信で皆さんお楽しみにしておいてください。ということで、最後に視聴者様の全国民、愚民の方にメッセージ。はい、お願いいたします。2回戦、もう全員エンパイア勝ち上がった。こっからも帝国同士で。高めていくから、ニュージャパンカップを。最後まで見逃すなよ。帝国の誰かが優勝、支配してやるからな。今日はありがとうございました。やめ、今満足じゃ。